大悲観大文字平戸八景は旧平戸藩内にあたる長崎県佐世保市内に散在する八箇所の風景地の総称。北総の少々八景になぞらえて日本各地で設定された八景の一つである。八ヶ所とも北松浦半島にあることから北松八景と呼ばれることもある。現在伝承されている平戸八景は天保年間に平戸藩主松浦博士が 京都の沢渡広重に作画と出版を依頼した平戸地方八気象図をルーツとする。平戸領の本土に点在する祈願気象から松浦郡と彼紀郡から4カ所ずつ計8カ所を選び、甲茂の手による成功なスケッチと漢詞をセットにした印刷本である。総じて山水画や浮世絵の素材として優れた風景を採用している。八景が所在する北松浦半島は 新生代第3期の左岸層に第4期の溶岩大地が被さり、侵食によって露出した第3期層が多様な景観を作っている。松浦博がそこに着目し、古くからの景勝地に加え、自らが普及に関与した新たな景勝地を加え、世間に広めた。2010年3月までは、八景のうち2カ所が北松浦郡 M 向町に、 6カ所が佐世保市にあったが市町村合併が進み2010年3月31日に M 会長が佐世保市に合併したことにより八景べてが佐世保市内に位置することになった2015年3月には独特の樹層、地形からなる一帯の風地景観は日本人の風景観に大きな影響を与えた八景の発展定着の過程を示し 鑑賞上の価値及び学術上の価値が高いとの理由により、平戸八景の風景地のうち3カ所が以下の名称で国の名称に指定された。その後、2016年10月には平戸八景の風景地のうち、高岩を石橋、岩屋宮、潮の目の4カ所が国の名称に追加指定され、指定名称が以下のように変更された。ありがとうございます。